はいそれでは本日は一級建築施工管理技士の学科試験平成25年問58番施工管理法鉄骨工事の検査について解説していきたいと思います問題は、えー、番組タイトル下の説明欄にも記載されてありますのでもしこちらが見,見にくければそちらからご覧ください鉄骨工事における品質確保のための管理値に関する記述として最も不適当なものはどれか1鉄骨柱末付け面となるベースモルタル天板高さの管理強さはプラスマイナス3ミリとしたこの問題は正解ですまずこちらどこのことを言っているのかというと このように柱を、えー、鉄骨工事で立てていきます。この鉄骨工事で立てる際にですね、えー、この地中バリの、えー、上にですね、ベースモルタルというものがあります。まあこれが設問のことですね。その上にベースプレートを乗せて、アンカーボルトでグイッと刺して、そして鉄骨、えー、の、えー、柱を組み立てていくという流れになります。えー、今回の問題に関しては、この地中バリの上にあるこのベースモルタルですね。このベースモルタルを打つときにですね、まあ、天板一番上がですね、えー、普通の管理強容さ、定められた数値よりも プラススマイナス3ミリなならら大丈夫ですすかという問題になりますこちら管理許容さに関しては、ここの天板の高さがちょっとずれても、管理許容差プラスマイナス3ミリでは OK。そして限界許容差というのもあるんですけども、これはプラスマイナス5ミリまで OK という流れになります。え今回の問題に関しては、管理許容さがプラスマイナス3ミリとしたと書いてあるので、えこの問題は正解という形になります。この管理許容さと限界許容差こちらだけ間違えないようにお願いします。それでは2番。 通り芯と鉄骨立て方用アンカーボルトの位置のずれの管理器用さはプラスマイナス5ミ、mm、リとしたこの問題は正解ですこちらですね次はこの赤色のアンカーボルトの問題になりますそして次に通り芯という言葉が出てくるんですけどもこのように図面でここに鉄骨の柱があってそしてそれに伴う、まあ、通り芯非常に重要な芯があるんですけどもそこから各々おのおの設置する場所のアンカーボルトの位置はずれたらいけませんよという流れになりますこれはですね通り芯と設置するボルトの定められた位置の管理器用さが の場合に関してはプラスマイナス5ミリ。そして、えー、限界強さに関しては、えー、プラスマイナス8ミリという形になっております。えー、今回の問題に関しては、管理強さと書いてあるので、プラスマイナス5ミリが正解になるので、えー、この2番に関しては正解です。それでは3番。鉄骨の建て方における柱の倒れの管理強さは、柱一節の高さの500分の1以下、かつ20メートル以下とした、えー。この問題は不正解です。 結論から言うと、この500分の1というのが1000分の1ですね。そして、この、かつ20ミリ以下というのが10ミリ以下になります。まず、この立て方の倒れなんですけども、絵、まあ、に描く,くとこのような形ですね。こう、柱があって、これがどんだけ傾いているかというものが今回の問題になります。ちょっと見づらいので上に持ってきますね。でですね、この柱の倒れがどれぐらいまで OK なのかという問題です。 で柱一節という言葉が出てくるんですけども、まあ、これは大体10メートルぐらい、2階から3階分の高さと思っていただければいいです。これが柱一節の、えー、高さです,、ね、で,ですね。管理強さというものは、えー、この E というのは、この倒れ柱の倒れですね。柱の倒れが、えー、1000分の H、高さの、まあ、これを約、まあ、これを10メートルと仮定したと聞いたと、えーまあ、ここにちょっと書いてあるんですけども、10ミリ、ミリ以下となるということですね。なので、まあほえー、倒れ、すみません、倒れは例えば7ミリと仮定して、 えー、高さが10メートルと仮定した場合に関しては、まあ、こちらが7ミリ以上で、えー、まあ、7ミリが10ミリ以下であれば OK ということで、まあ管理休暇に入ると。そして E イコールというのは、まあ、10ミリというのはこれはもう約束された数値なので、えー、10ミリ以下になっているので管理休暇に入っていますよという流れになります。えー、今回の問題に関しては、この管理休暇は、えー 500ミリ以下、かつ20ミリ以下と書いてあるんですけども、この管理強さ、こちらのことを言っているんですが、数値が間違えているので、この3番に関しては不正解です。この限界強さと管理強さ、こちらも覚えていただくようにお願いいたします。それでは4番。スタット溶接後のスタットの仕上がりの高さの管理強さはプラスマイナス1.5ミリとした。この問題は正解です。これはですね、このスタットを溶接するときに、 この溶接前、そして溶接後の高さですね。この時の管理容さがプラスマイナス1.5ミリというのは管理容さの規定数値に入ります。なのでこの問題は正解という流れになるんですけども、まあ、この限界容さ、これはプラスマイナス2ミリ、こちらも覚えていただければと思います。あとはこれとは別にスタッドの倒れという、まあ、倒れは何度まで OK なのかという問題があるので、こちらとちょっと混ざらないようにだけお願いしたいと思います。まあ、ちなみに、このスタッドが倒れた場合に関しては、 管理強さは3度、そして限界強さは5度というものもありますので、こちらも違う問題で試験で出ていますので、そちらも覚えていただければと思います。この4番に関しては正解です。以上のことから今回は3番が間違えているので、3番が答えとなります。